Hello, this is Hiroshihaya Shihama City Japan Video Diary May the 4th 2013 In Japanese, みなさんこんにちはというかおはようございます、えー。今朝もビデオダイアリーを、えー、作ってみることにしました。ところが今日はですね、今朝はですね、全く今日は何を話そうかと、えー、考えていたわけでもありませんし まだテーマも決まっていません。あくまでも思いついたままです。ですから、まあ、聞いてくださった方には大変失礼な言い方になると思いますけれども、えー、なんて言いますか、まとまりのない、だらしない話になる可能性もあります。聞いてくださる方にはですね、申し訳ないと思いますけれども、どうかお許しください。まあ、昨日ですねあの、まあ、今ずっと、まあ 畑にあのまあ凝っていまして凝ってるというか毎年宮ごろはあの畑を作るわけですけども今年はあのやや畑を拡張しましてえ庭の中にですね毎年まあ10坪か15坪だったんですけども今年あたりはもう20坪を超えた感じがいたしますでまあ昨日はですねあのどっかのショッピングセンターに行った帰りにさつまいもの苗を買ってきま,てきまして いいいよいよさつまいもにあの挑戦いたしますうまくできるかどうか分かりませんがまあ失敗するんですねあの。かぼちゃも失敗しましたしスイカも失敗しましたしああいう何て言いますか長く伸びるものはあの得意じゃないんです。でやっぱり定番のナスとかトマトとかねピーマンとかその辺りの周辺の野菜が まあ毎年の定番になるわけです。あと、レタスですけども、レタスじゃなくてごめんなさい、あのサ,ラダサラダですね。あのまあ、そういったものが定番、豆とかきゅうりとか、まあ、そういうものです。で、まあ昨日はさつまいもをやってみようと。で、ワイフがね、痩せたとしてもさつまいもできるからなんていうもんですから、そうかなと思いつつ、まあ、今、その作業を朝一番に起きて終えて、そしてあの、書斎へ入ってきたところです。 えーまあ、ということで今何が一番嬉しいかというとですねう、まあ、嬉しいというわけではありませんけども、まあ、ずっと謎のテント戦というのをビデオを作っているわけですでそれが昨日284号を超えました実に楽しい世界ですね、まあ、ロマンだという人もいますが私はもう一歩あの踏み込んでいますロマンではありません現実ですあのいわゆるそのいわゆる現実なんですね 例えば、そこに伊勢神宮がある、そこに大占領がある、そこに出雲大社がある、そこに東大寺がある、みんな現実なんですね。ですから、ロマンじゃないんです。でそれらをこう、まあ、数学的といいますか、あの調べていきますと、実に不思議な関係にあの行き着くわけでありますで。その不思議な関係が1つや2つではなくて、あの積み重なって3つ、4つになる、5つ、6つになる、そしてそれぞれの関係がさらに大きな枠を作る。 さらにまたそれがですね大きな何て言いますか数学的な関係を持って地球上地球の上に浮かび上がってくるそういうことが続きますとですねあのただ単なる偶然という言葉ではですね片付けられない部分に入ってくるわけです。で昨日もたまたまあのかみ山と富士山をつないでみたんでした。 しましたそしたらウラワンゾンあのパッパニューギニアにねニュ,ニューブリティン島っていうところにウラワンゾンっていうところがあるんですね。でウラワンゾンウラワンゾンは前からまあ非常に怪しげなあの島であることは知っていました。あのオーストラリアのエアーズロックとも関係ありますし中国のシーアンの,そのピラミッドの稜、ね、線をつなぎますとやっぱりウラ,ウラワンゾンに来るわけですね。というようなことがもうずっと前から重なっていま 来たわけですそこで改めてもう一度その裏湾山からナスカにこう直線を引いてみますとこれがあるはあるはねもう裏湾山を示すその直線がですね10本以上あるんですねあのナスカに。言い換えますと裏湾山がいかに重要なあの山であったかということがあるかということがそれでわか,かるわけです。というようなことが重なってくるわけですね。で浦湾山という山はまあ現在でも あの火山なんですねでそういうことが重なってきますからあのただの山ではないなということでまた次の謎解きに入っていくわけであります。というようなことでまああの謎解きを解いてきてるんですけどもあの読者のなんて言いますかアクセス数があのまあ 増えるとということは、まあ、もちろん中には批判的な人も多いかと思いますけども、まあ、私にとってはう嬉しいんですね嬉しいということはそういう人に支えられているというかあの励まされているというかそういうあの思いがあの強いんですね思いというか思いが湧いてくるんですねですからあのなんていうかそれを否定しちゃいもちろんあのコメントもコメントなんかよあのコメントはあの,あのまあ10人ぐらいが あの好意的で1人ぐらいが辛辣なというようなあのコメントの割合ですよね。まあ,あの他のあのビデオの場合は結構あのまあ、半々ぐらいだってあであったり中にはもう怒り狂ってあのあののコメントを書いてくる人もいますがまあこの世界では仕方のないことですね。みんなにいい顔はできませんのであの1つの意見を言えば必ず。あの それを叩くく人人励ますすが出てくるわけですしかしことを謎の点と線につきましてはまあ多分みんな呆きれてるんじゃないかという部分もありますがね呆きれてるっていうのはこのバカ何言ってるんだと思っている人もいるからあの全然相手にされてないのかもしれませんがしかしまあ今のところあの何て言いますかあの好意的に見てくださいる人が多いということとそれから数が増えてきたということと、えー やはり私にとっては大きな励みですね。というのは、ま、全く天外孤独な世界なんです。この謎の点と線の世界の手法でですね、あの世界の各地の遺跡、あるいは謎を解いているのは世界広しといえども私だけなんですよね。で、まあまあ、天外孤独ということは友人もいなければ同じような研究している人もいないし、それから、あのなんてますか、ライバルももちろんいないと。そういう世界なんですね。ですから、まあ、今は、 1、まあ、一人で荒野を歩いているというような気分ですが、ただいろんなアイデアを、ね、くださる人も多いんです。あの例えば、あの亡きを調べるとか、ニビル星を調べるとか、火星にも同じものがあるぞとかということを言ってくる人がいますが、まあ、私にとっては正直言いましてありがたくないです。というのはどういうことかというと、もう既に知られていることについては私は興味はありません。それから2つ目には新しいアイデアをいただきますとね、それに基づいてまあ調査をしたりしますと、私の方が今度盗作したことになってしまういますよね、流用とか。ですからそれはことは、こは。 困るんですよねですから全く何も知らない状態であのそれはたまにひょっとしたらですよどこかで同じようなことを調べてる人がいてどこかでいつかあの一致することがあるかもしれませんけれどもその場合はその調べた日付がねあの大きな証,証拠といいますか。あの なんて言います支えになるんですね。私の方が先に発表し、先に日付を書いていたならばね、私の方が優先権があるわけですから。だから,だからといって、まあ、いつかね、私の意見を本にして発表しようとか、そういう意図は今のとこありません。あの本にするのもね考えましたけどね、あの難しいんですね。あすべて写真は Google ア a スを写真使ってますでしょ。ですから Google Earth はそのままであの無料、無料って言いますか、あの 利益を求めないでやっていればそれなりにまあ 寛大に見ていただけると思うんですけどもあの、利益に結びつけますとね、著作権の問題が出てきますから、ですから、あくまでも個人の趣味の範囲でやってるという形を取らないとまずいんですよね。まあ、それもありまして、じゃあ、その出版社の方であの Google Earth の写真をどう処理するかということになってきます。今度またあの、1枚、2枚じゃありませんからね、つまり連続性で、まあ、例えば何十万、何百枚と使うケースもあるわけですからあの、やはりこの写真というものを本で表現するのは難しいし、まあ、それに、あの、 まあ、印刷物というのは、あのいわゆるまあ、ね、あの時間がかかるんですよね、あれあの例えば原稿を書いて送って出版社からまた連絡もあってそれから構成を2、3回繰り返してということをやっていますと出版今、今日は発表しているが書いたことが、ね、出版できるのは半年先になる、まあ、平均して3、4ヶ月半年先になるんですよね。 しかし、謎の方はどん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 と毎日湧いてきて、そしてその謎解きは毎日毎日しているわけですから、まあとても追いつかないというか、間に合わないというか、もうそんなことをしている暇がないですね。もうあの出版というのは、まあ、出版の経験ある方は多いと思いますけれども、あの時間がかかるということです。これがもう、というか、時間がかかるというよりも時間を取られるんですよね。例えば、私はこうしてべらべら喋っていることを原稿にして、そしてそれをまあ印刷物にする。まあ そんな本は売れないと思いますけども、まあ、仮にそうしたとしてもです、ね、たったまあ20分足らずのまあこうしたものが本になるためにはです、ね、やっぱりそれだけのエネルギーと時間がかかってしまうんですね。まあ、この情報化社会の中では、あのまあこうう今のやり方の方が手っ取り早くて勘弁で、そして皆さんに直接こうして訴えられるという意味でね、あの素晴らしいんじゃないかと思うんです。 いつかね本を開いたら声がね聞こえてくるというようなものもいつかはできるかもしれませんがね、ねしかし今のところはこうして直接皆さんにこう話しかけて、そして皆さんが直接私の声を聞きながら私を理解してくださるという方がまあ私にとっては面白いです。まあともかくもう,あのもう時間がありませんからね、あ,のあとまあ5年もすれば私の頭ボケると思いますよ。まあ、すでにその 兆候というか傾向がもうでに見られつつありますからね、自分でもそれがよく分かりますね。あのメタ認知能力なんてめ、まあ、難しいこと言わなくても、その自分の能力をね、自分で客観的に判断するということも不可能ではないんですよね。本当はわからないはずなんですけども、だん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 こうあ能力が劣ってきたなっていうのは分かりますね。まあ、そういうようなことがありましてあのあの、今一生懸命それを方向にやっております。まあ、いつか認められるかどうかは分かりませんが、まあ、認められなくてもいい。 まあ私は認められるというかあの、いつかね、必ずこの原点に戻ってくると思いますよ。あの戻,戻ってくるということはですね、あの古代において、この地球を支配してたのは人間ではなくて、実はエイリアンであると。そういうことはもうやがて分かってくると思いますよ。であのそのことは、今までのずっとその、そなんて言いますか、あのビデオの中であの私が述べてきた通りです。実に不思議な世界です。あの ということで、まあ、それが嬉しいというか、楽しいというか、それがまあ今のところ大きな励みになっています。で、今朝もまあ布団の中で、まあ、毎朝5時ごろ目が覚めるんですけどね、今日はね、あの実は、あの昨夜、ゆうべいワイフがですね、あのアレルギーの薬を飲んでるんですけども、いつも半分に割って飲んでるんですね、1秒だと強すぎるということで、で、半分私もまあ、もらって飲んでしまったんですね。あれ飲みますと、もう熟睡剤みたいによく効くんですね。で、起きたの、時計見たら7時半だったですね。 で7時半かっていうの寝すぎたなと思いましてね、まあ、ゆうべはあの12時ちょっと過ぎまであのいろんな作業をしてたんですけども、あっ起きて、その時に、まあ、今日は何を調べようかなって考えたんですけども、考えるんですね、大抵。あのそして今日はまあ,あんまり手をつけてない、アイルランドに手をつけてみようかなというようなことを考えて起き上がったわけであります。で、まあ、あの旗のね、旗に行ってかくすぐ起きて、すぐ畑へ行って。 一ね作って、そしてさつまいもの苗と、あといろんな苗を4本ぐらい植えましたかね。それ植えて、そしてあの台所戻って。 そしてあのお茶を一杯飲んで、そして書斎上がってきました。まあこれが私の今日の予定今日したことです、まあ。今日の予定は決まってませんけれども、あの連休中3、四5は私はあのまあのまあ市内へ祭りを見に行くことはありますがあの、どこも行かないで静かにしています。この3 4, 5,、まあ、こ今年5、6もそうですけれどもあの、どこ行っても人が多いですし、それに料金が高いですね。ホテルや旅館もまあ 1> 1 2倍とはまだいかないです。1.5倍ぐらいまで場合によっては行くわけです。ですから、まあ、毎年あの連大型連休中は静かにしているというのが私たちの、まあ、過ごし方なんです。終わったらまたあちこち行きましてあの好きなことをするんですけど、だから,だから、まあ、ある意味で連休中はじっと我慢の時と。言い換えますとこの連休中にたくさん原稿を書き留めて、そして、まあ、脳みそを 生活するで。もう一つはあのまあえ映画館へは行きますね。あの映画館意外とねあの連休中皆さんタグ祭りでわわわわやってる間っていうのは映画館はガラガラなんですよ。えー、っとわかりませんね今日あたりはあのね最近はあの映画館もねあの連休中あの子供のあのあのアニメのその映画を多くしてるんですね。あの今日も多いと思いますね。しクレヨンしんちゃんとか。 色々あるんですね。ですから、まあ、ひょっとしたら混んでる可能性ああんですけ,ど,けれども、私たちは見たい映画にはそれほどいないと思いますがね。まあ、そういうことも考えて、あとはもう山荘行って、まあ、行ったり来たりして、あの,のんびりと昨日もあの山荘行って、昼寝をしてまいりました。してきました。まあ、ぜいな過ごし方ですけども、あの私にとってはハッピーエストなタイムです。まあ、連休中はそういうことで、まあ、静かにしています。どこへも行きません。行きたくありません。 まあ、で今日は、えー、こういう、まあ、本当に意味のない話ばかりして本当に申し訳ありません聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、あの何か役に立つ話ですねそうですねまああえて言うとねその健康には3つあるということですねこれは林漆の健康論ですねまず第一に、まあ、肉体的な健康これはもう健康論の中に、はい、組み込まれていますでもう一つはですね あの精神の健康っていうのもあるんですよね。あの精神の健康。でこの精神の健康っていうのはね意外と見落とされがちなんですよね。あので一番いいのはあの、まあ、手前味噌で失礼かと思うんですけども、まあ、子どもと接することなんですよ。 あの幼児あるいは小学生の人たちとつけあの接することが精神の健康を保つのに非常に重要だということなんですね。ですからオーストラリアに行きますと街の中にオールドマン・ベィリッジってありましてあの、まあ、そのまあ日本的にはまば、あや,や,まあ、やっと自立できるという老人たちが集まって住むのオールドマン・ベィリッジって大体どこの街でも中止にあるんですね。でそこには必ずあの幼稚園が併設してあるんですよ。そういうふういにこう 何百年という歴史の中でそういう制度ができてるんですね。まあ精神の健康を保つには子どもと接するのがいいですね。もちろん肉体の健康をあの保つには運動が一番いいに決まってるわけです。まあいろんなね薬を飲んだなんかするのはあれはあの邪,邪道ですね、まあ。ですから精神の健康については子どもと接する機会を多くするってことですね。あのそれです。で3つ目があの頭脳みその健康なんですよね。 これはねあの、いわゆるはっきり言えばボケ、ボケ防止ですね、ですからこの3者が一体となって、その人の健康を守るということなんですね、であと2つがその、後者2つがあの意,外意外と見落とされがちなんですけどもね、そしてそのボケを防ぐにはどうするかですけども、これもやっぱり運動と一緒で、努力による部分が多いんじゃないでしょうか、私たちはもう50過ぎる頃から、週に2回は映画を見るって決めてたんですね。 でまあ、週2回ぐらいは、あの四本田が終わるとですね、大体いい9時か9時半に終わりますので、その頃始まる映画もあるんですね、それで終わるのが12時と、まあ、12ちょっと前になる、じゃ一番遅いのり12時45分ぐらいですかねで、深夜劇場っていうのがあるわけですけれども、それ見て、まああ,のまあ、あれだけどねあの、だんだん年を取ってときときついですね、あの激しい映画見,見ますとね、あのこまあ、そのあ寝つきが悪くなりますからね。 あのですからやっぱり静かな映画でというような感じになるわけですけども、あのまあ、見たり、あるいは出かけるということですね、あのとにかく外へ出るということです、あの刺激が足たることですね。でまあ、幸いなことに、ワイフがですね、ああいうそのものすごく静かなワイフですけども、あのあれは表面的に静かなだけでしてね、あの本当は出たがりなんですね。ですから私はもう電車に乗っているときだけは幸せなんて、あの面白い人でね。 まあどっかへ出かけることが好きなんですね。ですから、どこでもいいっていうわけです。ですから、今は謎解きの旅に凝ってますから、多い時は週に2回ぐらいあちこち行くわけですけどもあの、全く嫌がらないで出,出かけるんですね。で、出かけるたんびに私はこう言うんですね。ああ、出かけてよかったねって言って、僕はね、今日はね、本当は出たくなかったんだけど、やっぱり外へ出てよかったよ、なんて言うんですけども。 まあどちらかというとワイフに引っ張られながら外へ出ていくという感じですね。まあ、要するにこうして肉体の健康、それから精神の健康、それから頭の、ね、脳みその健康、この3つをこの守る守るというかねまあこれは戦いに近いですね。あのそうでなくても不可,不可逆的にその後戻り,りでできない状態であのこの三者は同時に同時進行の形で衰えていきますので。ですからこの この、何て言いますかねあの、同時進行の形で衰えてきますから、そういうものをその守っていく、守るというか戦,戦うんです、ね、もうあのそんなに、ね、守,守るというか、もう、ものでなくて、そ,のそんなあの消極的な方法ではあの守れないですね。あの積極的にこう戦,う戦って始めて、あの 平和なんて一緒なんですよね。結局は敵と戦わなければ平和は守れない。まあ、これ戦争論になりますからあんまり好きでありませんけども、まあ、たとえ例えと言うとそういうことですよねあの。積極的に戦わないと守れないということです。ですからこの3つをやめたら、例えば運動もやめた、あこれはもう肉体も、ああ、そうそう、あのね、前はね、1週間ぐらい運動しなくてもね、体がガタガタしませんでしたけど、今はもう3日も運動しないでいるとね、 もうなんか自分の歩き方までよちよちしてくるような感じになりますね。あのお,おかしいですね。それから、あの精神の健康は、まあ、幸いなことに私、仕事上もう毎日、まあまあ、本当にうんざりすって言うとごめんなさいね。するほど子どもたちと接してますから、あのまあ、このビデオを見てくださいと分かりますように、こうしてね、これあの子どもたちがワンワンわん喋ってるんですよ、これ。私一人で喋ってるだけじゃなくて、その反応、ね、にみんなの話を聞きながらも、そのと子どもたちに反応を答えてるんで、 そうですねこの後にあのちょっとあのこの部分の音声を、ね、入れたビデオを、ね、くっつけておきますのでこうあの見てくださいあの。これは2年生のクラスの,あのビデオだと思います。割り算を教えていたと思いますよ。よ、まあ、ともかくまああの私1人がこう一方的にしゃ,しゃべって子どもが静かにしているわけじゃありませんのでじゃこの後ねそのビデオをくっつけておきますので興味のある人は見てくださいね。ねそして3つ目には脳みその健康です。けども この脳の CPU がいかれてくるわけですから、あのまあ、一つの方法はね、あの一つの方法はあの10年前に書いた原稿と今,にかい今書いている原稿の違いを自分で判断するという方法もありますが、あるいはあの皆さんが私の林博士の脳みそを判断してくださってもいいかもしれませんね。林は最近しゃべり方がおかしくなったとか、言葉のとちりが多くなったとか。 あ内容が浅くなったとかっていうふうに感じられたら私のお店もかなり危ないということなんですね。でまあこのボケというのはね本当に恐怖なんですね。まあ、私あのボケることによってハッピーになれるならそれはそれでいいことかもしれませんけどもあの母の介護2年してその朝最後の10ヶ月ぐらいは篤葉に入れていただきましてね。 徳世へまあ見舞いに行くたびに、そこであのそうした方々を見たときにね、本当にこの人たちも若い時があり、花が咲いた時もあったんだろうなと、でもどう人生の最後でね、みんなこうなっちゃうのかなというので、実のところ恐怖心を覚えましたね。本当にあれね見た感じ美しいね、スラっとしたあの80前後の女性もいたんですけどね、その人がですね、 一日中叫んでるんですよ。飯はまだか飯はまだかわしは飯を食っとらんぞ。そしてまた5分ぐらいすると、大きな声でね、飯はまだか飯はまだかわしはまだ飯を食っとらんぞ。っ,って叫ぶんですね。で、その形と見てまして、本当にせ、なんていうか、まあ、なんて,い,うかい,な方なんていな方だっただろうなと思うような女性なんですよ。 あのいろんな、うん、まあねその老人でもそのいろんな方いらっしゃってそのねまあいろ,いろいろいらっしゃるんですけどその中でも際立ってこのなんて言いますかあの綺麗だっただろうなと思わされ,思わる,思われるような女性でも80になるとそうなってしまうんですねだからねもうなんていうかな自分がそう,そうなってしまえばその人は別にあのえー 脳の CPU の問題ですから、自分がそうであることに気がつくことはないのかもしれませんけども、自分がそうなるかもしれないというのは恐怖ですね。例えば、肉体の健康にしてもね、ガンガンに、ガンになることも怖くないですね、私はもうはっきり言って。もういいと。もう、そのそろそろね死ぬ、死ぬってことであれば、見れもない、この世の中見れもないし、まあやるだけやったけども、まあこの程度で終わるわけですから、まあ、大したこともできなかったし、まあ、 そこら辺の石ころと同じように、またやがて石ころに戻っていくわけですからね。がんになることは怖くないんですよ、皆さん。私が怖いのはですね、がんで死ぬまでのプロセスが怖いんです。みんな苦しみますでしょうあの本当に苦しむんですよあの。痛い、痛い、出てね。そしてその苦しむ。あれが嫌ですね。ということで、まあ、今日は3つの話を、あか健康論について話させていただきました。 どうも参考になれば嬉しいですでは続くビデオはあの音声を入れてみますのでぜひご覧ください。さようなら。悪い子の勉強。うそれからあなたは私は読めないから。私はここお母さんいないのか僕は若干さんに帰りなったんです。じゃあ悪い子の勉強。

じゃあ橋本君来るまでちょっと漢字 <laughs> 1233はい123んかこがの合ってない1233はい123でも大人になるとこっちの字を使いますこれを、えーえー、か漢字じゃなくてだから大人はねこういうふうに「123」って明るい声で読ま,読まないもっと暗くてね声が沈んでるどうやって読むかというとですね 一二三、1> 1 2 3では、三、はい。1 2 3おい、消毒してこいよって、大丈夫か。うんって言った。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫。そう、まあいいよ。こっちは1。一二三、はい。1 2 3こっちは1、一二三。3 3読み方違うでしょだから、今では、みんな幼稚園行ってて、子供だから。 1> 1, 2, 3でいいの3、はい。の。はでも大人になると1233はい 2> 1, 2, 3違う読み方してるの分かるかこっちは4563はいもっと子どもの心に書いてやろうね4563はい 4, 5, 6でもこっちは大人大人はそういう読み方をしない4563はい456789

はどうやった横立てさっさよいからしょ3はい横立て大きく大きくここ3はい横立てさっさよいからしょもう一回秒3はい横立てさっさよいからしょじゃあ,あとねこのあとまた時間があったら今日あの漢字やるけども多分あると思うけども今日は、えー、さっき言った悪い子供なんて勉強だったかなこういう勉強ちょっと覚えておいて今種まくしていくとねあとうんと楽になるからな。 子供が二人いました。みかんがこれ赤いからリンゴでしょうか。リンゴが四個あります。一、二、三、四。二人の子供で四個のリンゴを分けっこしました。ねえ、僕と君で仲良く分けよう。うん、いいね。さあ、どういうふうに分けるでしょうね。いろいろ考えたんですね。四個あります。二人で分けます。一人何個ずつにしたらいいでしょうか。教えてください。お前、いつの名前と違う今日。かっこいい。光ってる。おお。 何かいいことあったの？何もない。<laughs> 何もないか。まあそんなことい。つもかっこいいよまあ。いくつだ？一人何個だ？二 <laughs> 個ずつ。え？二個ずつ。素晴らしい。一人いくつだな。よし。じゃあ今度は子供は二人いましたが、みかんが一、二、三、四、五、六個あります。二人で分けると一人何個ずつになりますか教えてください。世界。始めます。3個ずつ。世界。 なんかい,いことあったのうんみ、う、な、ん、さん今日素晴らしいじゃないなんて。<coughs> なあわかるか感じ違うだろわかんないんお前ほんとしまみたいにな,なっちゃったねもう。早い早いと。ああ、ュ島君がね、かっこよくなっちゃったな。じゃあ今度はメロンが1 2> あ<っ>、1> 2、3、4, 4、5、6、7、8、8かんります。2人で分けて何個ですか終了 !4 個です。OK。今度は桃が。 一二三四五六七八九十個あります。二人で分けると一人は何個ずつになりますか。わ、えー、かめくん。五個。五個ずつ。オッケー。あでも素晴らしいな。な。よし。じゃあ今度は言葉でいくよ。四個のリンゴを二人で分ける。る四を二人で分ける。る四を二人で分ける。るとなりますと一人は何個ずつか知りました。えー、伊藤さん。ここ正解。

八を二人で分けると一人で何も出てきたぞ見てみろもう一考えてそしてなおかつ指を使ってもいい一生懸命考えてあの目つきが素晴らしい待ってあげるぞ八個を二人で分けるん森谷君正解よく見ていただいてあげるお前よく粘ったな今その粘りが大事なの分かったか感動した先生が。

い何個だいってみろさあいよいよ今度余るって話があるのね余る余るってこと知ってる使わないことをね酸素の世界じゃね余りっていうんだよ余り言葉じゃないなこれな例えばここに12345個あるで僕とね友達と2人で分けようと思ったのねえ仲良く分けようそうだねでも12345だからね難しいね みんなの意見を聞いてみよう。はい。一つずつ。一つでついいの？うん？一つ残る。<え>れどうして？では一人何個ずつもらえばいいの？二個二個ずつ。二個ずつもらうとこれを一つが、はい、どうこれはどうなるの？余る、はい、余る。余る。はいはい。余るのよい。余らないの算数の世界に、ね、これね余りと言ってね別によけとくわけだ。な？そこで新しい言葉生まれるの。余りってな？余り。二個ずつで。

一二三四五あれ同じ問題だ。今度は三人で分けるの。五個のリンゴを三人で分けます。一人何個ずつで、あまりはいくつでしょうか。はいはい、これはこの人なのね。これをこれを一人何個ずつ？一個ずつ。何？山崎さん何個ずつ？一個ずつ。あまりは？二つ。おおワンダフルスーパー緑テテ大団円。 そうだ、これ余りなんだよな1個ずつあげてこれが余りが2っていうんだよこういうの余りっていうんだよなじゃあ今度これどう <えっ S 1> 今度は5個みかんがあって5人で分けますはいはれはいは,はい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 うるはいはいつつつつはい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 は ないことをね。算数の世界ではね、零言ってごらん。零零<イ>っていうのね。レイレイじゃあこれどう？リンゴがこ個でり？同じもんですか？飛んだんだ。ごめんなさい、いよし。これで難しいので,できるかな？でいよいよもうちょっと難しくなるよ。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十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 二個です。十二個を二人で分けるときには。 どの辺で分けたらいいか言ってよ。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃん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 じゃストップだよ。行き過ぎちゃうじゃないの。ね？じゃんじゃがじゃんじゃがじゃん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 。早く。ほら。ということはここで分ければいい。十二個。だいだい分けるとちょうど何個ずつ？六か。よし。じゃあ次の問題。今度は。 12個を3人で分けるという時はどこで分けたらいいかというと縦に分けたらいいなまずこの人が1人分もらって2人分で5にるということは12個を3人で分ける12を3人で分ける何個ずつ何個ずつあの人全然こういとこでなくておいお西君12を3で分けるあくびしはダメ BW でいらな <laughs> あぐびされ三つ禁止のビシャブリあぶり,りあああぐびおなら。<laughs> でも本当にこの前のおなら出しちゃっていただく生活え？本当？ビシャブリ禁止だぞ。<laughs> じゃあ今度は四人で分けるんだぞ。十二個を四人で分けるときには、多分こういうふうに分けたら四人に分けられるよね。そうだね。わかった？